新自由クラブはかつて存在した日本の政党。1976年に自由民主党の候の傭平、西岡武雄らによる超派閥グループ政治工学研究所所属の国会議員が政治倫理をめぐり離党して結成され、10年後の1986年には自民党への合流に伴い解散した。ただ、その後も一部党員は新自由クラブの名称で、 国政選挙に出馬した。なお、新自由党とは何ら関係がない。ロッキード事件で田中角栄前首相に捜査の手が及ぶなど政治倫理が大きな政治課題に上っていた頃、すでに自民党を離党していた衆議院議員の河野洋平、田川誠一、西岡武夫、山口俊夫、小林正美と自民党はすでに歴史的役割を終えたとして少し遅れて離党した。 参議院議員の有田和都氏が1976年6月25日に保守政治の刷新を掲げて新自由クラブを結成した。新自由クラブの前身となったのは河野が自民党内の新中派若手を集って主催した勉強会政治工学研究所で立党した6人のほか藤波隆を橋本隆太郎らも参加していた。なお、藤波は 河野の誘いを断って自民党に残留した。長い間保守系の政党が自民党一党のみだった中での新保守政党の結成は革新政党への支持を躊躇しながらも自民党に不満を持っていた支持層を引きつけた。長田町の総合第10ビルの本部には、早稲田大学有弁会メンバーなど手伝いをしたいと名乗り出る学生が次々と現れた。 決闘直後の12月に行われた第34回衆議院総選挙では、一挙17人を当選させるなど統制を伸ばした。しかし、間もなくして、新自由クラブの中道政党化を目指す河野、田川らと、非自民の第二保守政党であるべきとする、西岡、山口らの政治姿勢の違いから、代表、河野と幹事長、西岡の対立が激しくなった。 最後には公に互いを非難し合うまでに発展するが、党内の大半は河野を慕う、新人議員で占められており、山口、有田の説得も虚しく、西岡は新自由クラブから離党してしまった。運営面での混乱が目立ち、政策的にも新味さを打ち出せず、1979年の第35回総選挙では4議席と惨敗した。 総選挙後の主犯指名選挙では自民党内が40日構想だった中で新自由クラブは自民党総裁の大平正義を支持して自民党との閣内連立政権を模索したが新自由クラブの支持者や野党メディアから批判を受けて失敗し河野は代表を辞任田川誠一が代表に就任した一時期同じ少数会派の社会民主連合との 半自民共闘を念頭に、院内会派、新自由クラブ、民主連合を結成したが、その後会派解消。民社党、社民連との中道政党合流構想を打ち立てるも、いきなり自民党と連携するなど、どっちつかず別政党として、明確なスタンスを確立することができなかった。1983年の第37回総選挙で自民党が、 公認候補当選が過半数割れすると自民党との連立政権を樹立。自民党は追加公認を入れると過半数を確保したが予算委員会で委員長を除いても与党で過半数を占めるためには新自由クラブの8議席が必要であったためである。1983年12月26日、統一会派、自由民主党、新自由国民連合を結成し、 12月27日成立の第2次中曽根内閣に田川が自治大臣として入閣した。第2次中曽根内閣の発足により、1955年から28年間続いた自民党単独政権が一旦終了した。1984年6月に河野が代表に復帰。第2次中曽根改造内閣では山口敏夫が労働大臣。 第2次中曽根再改造内閣では、河野洋平が科学技術庁長,長官としてそれぞれ入閣した。しかし、1986年の第38回総選挙では自民党が対象する一方で、新自由クラブの結果は6議席と振るわなかった。再び自民党単独政権となる中で、新自由クラブは回答の上、大多数のメンバーが自民党に復帰した。 田川は自民党には副党せず、新歩党を結成。参議院議員の宇都宮徳馬は無所属で議員活動を続けた。1989年の第15回参院選では党員だった清水光をクロードチアリラが政治団体、新自由クラブを名乗って出馬したものの当選者を出せずに終わっている。清水は後に政治団体を 平成龍馬の会と解消した。戦後政治史2004年8月、岩波書店、岩波新書、ISBN400 から43904から2衆議院参議院2006年8月、都内で、新自由クラブ同窓会が開かれ、河野洋平、中馬孝樹、木村務、石川達夫、鳩山国夫、梶は、鈴木国彦、浅野木義秀、小中心、 小島博大中六夫、竹、淵康弘、小林正義、山上達也、小藤博久、鈴木紀美子ら党所属議員、OB、党本部職員、OB、党所属国会議員秘書、党地方職員 OB や、元番記者といった多数が参加して、休行を温め、政治刷新を誓い合った。大事林第3版 ABC 百科事典。 マイペディア ABC 日本大百科全書、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、大平正義202ページ。手足不足の総選挙アルバイト集まらず、日東に公選法の制約、朝日新聞1976年11月17日、夕刊、三班、十一面、大平正義249ページ。大平正義255ページ。AB、 元新次由代表、田川誠一氏死去、日本経済新聞2009年8月8日、14番39面。ありがとうございます。